1896年のヨハネスブルク通称トランスバール共和国正式名称南アフリカ共和国はバール側の北側にて1852年にボーア人が建国し1902年まで存在した共和国。首都はプレトリア。トランスバールはトランスバルリバーでバール側の向こう側を意味する。またバール、トランスバールは英語読みであり。 オランダ語、アフリカンス語では、それぞれ、ファール、トランスファールと発音する。1830年代より、イギリス領ケープ植民地のオランダ系移民が、イギリス統治への反発などから、内陸への集団移動を開始させた。その結果、バール川の北方に、ーア人が拠点を築くことになった。ケープ植民地との武力闘争を経て、1852年に、 サンドリバー協定が成立し、トランスバール共和国が成立した。独立後の課題の一つに、内陸国で海への出口を持たないことがあった。そのため、デラゴア湾周辺に勢力拡大を図ったが、これはイギリスの反対にあって実現しなかった。この一件を背景として、初代大統領のマルティノス・プレトリウスは失脚に追い込まれた。1877年。 一時的にイギリスによって併合されるが、ボーア人は抵抗を続け1881年のプレトリア協定で独立を回復させた。1886年、豊富な金の鉱脈がヨハネスブルグの近郊で発見されたことがトランスバール共和国にとって大きな転機となった。財政難のため開発は外資の都合に左右された。1891年には、 セシル・ローズの要求で保有する鉄道の終点をケープ植民地に移した。翌年からはロス・チャイルドが記載交渉を始め、1894年にはポルトガル領東アフリカの港湾都市、ロレンソ・マルケスに至る鉄道が開通した。また、翌年にはナタールのダーバンとも鉄道で結ばれた。しかし、こうした急速な繁栄は当初より、 トランスバール進出を企都していた、イギリスの帝国主義的野心を強めさせることになった。1895年のリンダースター・ジェームソンと、その支兵らによるジェームソン侵入事件は、その一例であり、ついに1899年により、イギリスの帝国主義的侵略戦争である、ボーア戦争が開始された。ボーア人は、各地でゲリラ的抵抗を続け、イギリスを苦しめたが、 1902年に敗戦して、トランスバール共和国は滅亡し、イギリスの直轄植民地、トランスバール植民地とされた。戦争中、金の生産量は10分の1以下にまで低下したほか、焦土戦術に伴う農地の荒廃もひどく、トランスバール経済に大きな打撃を与えた。しかし、イギリスは、ボーア人との関係改善を図り、 1905年には、ーア人農民を勢力基盤とする人民党の成立を認めた。1906年に自治政府が樹立され、1910年に成立した南アフリカ連邦を構成する州の一つ、トランスバール州となった。短期間で経済復興も進められ、鉄道網もさらに整備された。アパルトヘイト集結後の1994年に、 行われた州の再編により、東部は東トランスバール州、北部は北トランスバール州、西部は隣接するケープ州北東部地域と合併して、北西州ヨハネスブルグ及びプレトリアを含む南部はハウテン州に分割された。1928年から1994年まで使用された南アフリカ連邦及び南アフリカ共和国の国旗。 内側に並んだ三つの旗のうち、右側がトランスバール共和国の国旗。中央はオレンジ自由国の国旗。左側はイギリスの国旗。なお、1927年から1994年までの南アフリカの国旗では、中央部右側にトランスバール共和国の国旗があしらわれていた。ありがとうございます。